はい、じゃあブレイクスルーさんのゲストで、今回なんですけれども、僕が大学院までの勉強生活で培った史上最強の勉強方法について紹介していきたいなと思います。で、まず大前提として、勉強ってスポーツなんですよね。どういうことかっていうと、スポーツとか筋トレってインターバル取るじゃないですか。で、これなんで取るかっていうと、100% のパフォーマンスを出すためには、その間に休憩を挟まないといけないわけですよ。で、これは勉強にも言えて、100% のパフォーマンスで勉強するためには、積極的に休憩を取った方がいいんだぜってことをね、示してるわけですよね。で、そこで僕がお勧めしたのが、10分休憩勉強っていうものなんですけど、これ何が革新的かっていうと、普通って勉強時間固定するじゃないですか。1時間勉強しろとか2時間勉強しろとか。でもこれだとね、勉強に特化からハードルが非常に高くなってしまうんですよね。やべえ、2時間勉強しなきゃいけないと思ってると、非常に特化からづらくなってしまうわけですよ。しかも2時間勉強するが決めたとしても、2時間 100% の状態で集中し続けることってなかなかできないんですよね。多分普通の人間だったらできない。俺だったら絶対できない。ただね、僕が紹介する10分休憩勉強法を使うと、この勉強に特化からハードルを極限まで下げることができるんですよね。どういうことかっていうと、この勉強方法では休憩時間を10分と固定しているだけで、勉強時間は5分でも1分でも30秒でもいいわけなんですよ。だからめちゃくちゃ勉強で特化からがやりやすくなるんですよね。で、もう一ついいのが、5分とか30秒とかだったら、どんなに集中力ない人でも 100% の力で集中できると思うんですよ。で、ここで一つ問題なのが、30秒とか5分の勉強じゃ何を身につかないだろうって話なんですよね。でもそれは違うんですよ。で、これ何が違うかっていうと、人間にはある特性が備わっていて、それは作業興奮っていう特性なんですけれども、これどういう特性かっていうと、ちょっとなんか物事に集中してみると、時間を忘れて30分、50分、1時間って没頭することができるようになるっていう効果なんですよね。多分皆さんも経験したことあると思うんですけれども、ちょっとなんか最初いやいや勉強し始めたけれども、気づいたら30分、50分、1時間ぐらい勉強してる経験ありますよ、ウェイみたいな感じありませんか？多分あると思うんですよ。だからね、この作業興奮っていう力を使うと、また30秒、1分、3分のつもりだったのが、20分、30分、50分、1時間ぐらいになったりするわけですよ。で、勉強し続けていって、その疲労がピークに行ったら、今度はね、10分休憩するわけですよ。で、なんで10分休憩するかっていうと、大体10分休憩したらこの疲労のピークの減衰が、この底まで落ち着いていくわけですよ。まあ、これは完全に個人差なんですけれども、大体8分、10分、12分ぐらいだと思います。で、ここで休みすぎてしまうと、なんか感染の法則みたいな感じで、休んでるとずっと休みたくなる症候群みたいなのにかかってしまって、1時間、2時間ぐらい休んでしまうっていう大惨事になってしまうんで、ここは8分、10分、12分でキッチンタイマーでね、ちゃんとセットして、休み時間を設定するというのが非常に重要になってきます。で、まあ10分休憩法ではこの休憩時間がないよりも大事で、この休憩時間でどれだけ疲労を減衰させることができるかっていうところにね、フォーカスが当てられるんですけれども、一番疲労回復したって俺が思ったのは、運動することだよね。まあ俺は非常に原始的な方法で、休み時間ひたすらに逆らちょうして、脳に血を巡らせるようにしてたんですけれども、で、これやってるとね、勉強する体力が非常についてくるんですよね。例えば最初は5分、10分、20分ぐらいしか勉強できなかったよ、勉強のスタミナこれしかなかったよって人でも、だんだんと20分、30分、50分、1時間と勉強できるようになってきます。スポーツとかでもそうでしょ。最初は5分、10分しか走れなかったけれども、だんだんとトレーニングを重ねることによって、100% 実力や長い時間走れるようになってくるわけですよ。で、この10分休憩して、限界まで勉強して、10分休憩して、限界まで勉強してっていうサイクルが、一度ハマってしまうと、もう止まらなくなりますから。で、これが、大学院までの勉強の経験から培ったね、この最強の勉強法で、もうこれだったら、ね、正直大学の試験とか、クソダントツでした。